忘れ物。どうも。ゲストの皆様、こんばんは。小田健です。さあ、今回ですね、また雰囲気良さげな、日本の作者さんかなが作ったこちら、忘れ物というホラーゲーム、実況プレイしちごかなと思います。うん。日本のね、ゲームサイト、ゲーム配信サイトで、えっ、ー、と、配信開始されてました。では行きましょう。やっぱね、この学校舞台っていうのが結構いいよね。うん。主人公はね、中学生らしいです。えっ、ー、と、一斉とチュートリアルがずらっとありますが、うん。まあ、普段の、 ホラーゲームと同じ操作方法かなうん。5つアイテムを見つけるっていう風にありましたね、今。うん。朗読から 3D に行く感じかな宿題を家に持って帰るのを忘れてしまった。しかも3日連続。やべえじゃん。それ。4日目地獄が待ってるぞ、この主人公。大丈夫かな気づいたのは夜の11時過ぎだが、さすがに3日連続は先生に怒られるので、補導されるのを覚悟で <laughs>、夜中だが学校に取りに来た。マジか <laughs>。 <laughs> 主人公結構チャレンジャーですね。はい。こっちのリスクの方が高い気がするけどね。学校に着いた時、明らかな違和感を覚えた。これ主人公霊感があるのかな自分はもう中学生で、下駄箱なんかも中学校サイズのはずだが、今目の前にあるのは小学校サイズのものでけめっちゃいうん。すいません。ポコポコ,コ出しちゃいましたね。はい。主人公中学校に来てるはずなのになぜか小学校サイズと。うん。だから違和感か実たのかなその時、この学校の階段を思い出した。ああ、そういうのがあるんだ。 ここは今でこそ中学校だけど、昔は小学校だったらしい。<laughs> そんな変わってねえじゃねえか。<laughs> 昔墓地だったとかそういう流れじゃなかったの、ね、今の小。中学校から小学校だったらしいっつって。はい。なんかその小学校が結構曰くつきな小学校だったのかもしんないね。うん。 そして、その小学校では夜中になるといじめられて自殺してしまった女の子の例が出るという怪談ほう。そして、その例は中学校になった今も出るという。うん、厄介ですね。除霊しましょうか。対処法はあるんだ。<laughs> なんかあの、口先女には、こう、綺麗って言ったらこういう風に答えるとか、なんかその、地方によってさ、違いがあるじゃないですか。そんな感じで、この学校なりの対処法があるのかな はい、いじめられているときに隠されてしまった5つの所持品を隠すこと。あ、違う、探すことか。しかし、女の子はこちらを見つけると自分をいじめたやつだと思い追いかけて殺そうとするらしい <laughs>。学校の都市伝説に収めるにしては物騒すぎんだろ、これ <laughs>。はい。だが殺されていても、なぜか学校の玄関に戻されてもう一度一から探し直すらしい。あー、リスポーンね。 うん。すげえめたいこと言ったね、今。そうして所持品を探し終わるまで帰ってこれないという。ほう。学校の階段らしい階段だが、とりあえず今は対処法を試してみよう。なんとか、ここを脱出しなければ。はい。お、始まりましたね。チャイムいいな。あなるほど。この学校の下駄箱についた違和感のところからのスタートね。<laughs> 扉がよう。<laughs> 帰りたん無理か。 はい。じゃあ行きましょう。土足で。えー、っと、まずはどっから行こうか。てか、広そだね、これ。最近学校のホラーゲーム多いな。はい、ここが端か。じゃあ端から攻めましょう。これは何の部屋保健室か。で、何があるかしら。お、ノートがありますね。これは <laughs> <laughs> 何今の。 <laughs> 中華の料理の試合が始まったみたいなのとしましたね。ドラが鳴りましたよ。はい。これが回収するアイテムね。まず一つ手に入れて、あと残り四つ。簡単じゃん。えーと、少女の日記。四。えーと、6月10日。今日は友達が投稿してくれた。けど、話しかけても全然返事をしてくれない。どうしてだろう。今日は上靴がなくなっていた。物がなくなるのは三個目。悲しいな、これ。 図書院でもないのに、なぜか図書室で見つかった。うん。純粋そうなね、子ですが、この手紙を書いてる子は。はい。このメッセージはお化けのメッセージかなこの主人公とかそういうんじゃないのあ、これ繋がってんだ。ええー、と、これ職員室っぽいよね。一応確認しますか。職員室だね。はい。どっから来るんだろうね。こういう狭い、うわ、これ逃げづらそうだな。 大丈夫かな引っかかったりしてやられそう。あ、また手紙がありましたね。えーと、これは ?2。ちょっと飛び飛びでやるのかなこの手紙は。6月8日、友達は今日は休みだった。体調不良で休みらしい、うん。明日は来てくれるといいな。今日は不思議なことが起こった。お気に入りの鉛筆がなくなっていた。うわぁ。低学年の教室で見つかったけど、何だったんだろう。はい。 ちょっとね、この時点で、いじめとかって気づいてないですね、この書いてる子は。それはそれで、なんか来るものがありますね。で、お手洗い。んんんんなんか来てる何こいつ逃げよっ。<laughs> 向こうから行きたかったな。どうしよう。この下駄箱で巻くか。それとも一回やられてみるどんな場合、場合じいですね。ああ、来た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 。 スタミナやべう、えー、一発即死か、これ。すった。<laughs> 呼吸法間違って完全に今噛んだね。すったとか言うスタミナ無くなった状態で今目の前にいたくらさ、これ無理だったわ。はい。じゃあちょっと気を取り直していきましょうか。向こう側からあらわれるルールですね、これ。向こうを見に行きましょうか。このチャイムが鳴り寄ったら出現するんじゃないねえ。 今回、めたいこと二度目でございます。あ、いる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 いいる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 いい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 いあ、ぶね中までは来ないのかなそれともギリギリ気づかなかったとかこれ、まずいでしょペチャって。え、これ。やばないいるよね。いるよね。こっち、一回から俺調べたいのよ。あ、自動ドアなんだ。 すごい。ペチャペチャペチャ。これ何ペチャって。これ、これ、どこ開いたの今。えこれ、ぶんねーよースタンバルなーよいしょ俺そっち行きたいんですけど。あいいわ。こ、こっから行く。怖い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 いやっぱペタペタさ、後ろから来るの怖いよね。すごい。燃えてきた。 よし。あれ <laughs> どこの持ってんのお前。はい。あ1来ましたね。6月7日。これ大丈夫左側。いるよね、今。呼んでる最中に襲われたりしないうん。友達がいじめられていた。いじめていた子にいじめの理由を聞くと、なんとなくいじめていると言われた。はい。ちょっとね、無垢への残酷さがここに書かれてますよね。私はいじめなんてくだらないことはやめなよと言った。 これできっといじめは終わるはず。ああ、なるほど。こう言ったから、この少女の日記、少女は、おそらく、物がなくなったりしたのかな。だろうな、これ。なんかよくあるパターンだよな。こう、標的にされちゃうのよ。そう。基本的にね、人って群れから外れるような行動すると、いじめに走るって言いますから。なんかちょっと生々しいな、これ。怖えわ。いろんな意味で。はい、あ、手紙がありますよ。 はい、ん少女の日記かゆい馬どういうこと <laughs> これに限ったらよくわからんうんなんか縦読みで中川大使とかっていう風に読めんのかな多分そうでしょうねはいではあびっくりした真っ暗だから今積んだかと思った気をつけながら行きますわよここの教室は何もないいまだ一つあ一つも手に出てねえ一回死んだんだ俺そうだ 地獄から前戻ったんだ。ええー、と、校長室はいませんね。先ほどの小さい子はどういう徘徊スタイルなんだろうね。気になりますね。よいしょ。はい。少女の日記に。これは読みましたね。うん。お気に入りの鉛筆がなくなって低学年の教室にあると。これはね、完全に恥をかかせようとしたんだろうな。怖い怖い。あ、ここにも扉があった。よし、大丈夫かねね うーこれは、職員室の一部。ここは。OK。はい。じゃあ、ちょっと、一個目を取って。ウ <laughs> ド,ドラの音はやめよう。またチャイムが鳴っちゃって。一応読んどくか。はい。うーん。靴もなくなって。悲しいな。図書室になんかあったってありますよね。あれ図書室ってこの階だっけ あれ、あれ、あれ、あれ。図書室。いや、なかったよね、多分うわぁ、びっくりしたやめろよ、お前景色眺めてんのあー、どけた。<laughs> 旅立ちましたね。多分この階にはなかったか。じゃあ、上行きましょう。あー、なんかこれノイズかかってるわ。雰囲気いいね。さて、さて。しかも今のさ、怪物も、小さい怪物もさ、髪のなびき方が結構リアルというか。 超いいんじゃないのそう、ゲームでね、あの、怪物の髪をふさふささせんのって超むずいのよ。ここは、なんもなさそうね。卓球台しかない。うん。科学室か科学室にしてはなんか水道とかないもんね。はい。一応何の部屋か見てみるか。理科室。はい。理科室です。<laughs> 長めの卓球台あんじゃん。 こっち側も行けない。うん。やつ来ないかな大丈夫だよね。怖いねえ、これもう行ったかな来てねえわ。うぅ、広な、何これ広ないあれそこまでよねおかしいおかしい。この辺に行ったよね、今。音が聞こえた。 ち、ここ入ろいやいやう。どこ開いてんだよ、だから。開いてないのよね。開いた音出すなよ。後輩から。あっ。大丈夫か。この無音が怖えわ。うん。しゃがむとかないよね。えー、図書、あ、これ図書室や。こ上向きすぎちゃったよ、今。<laughs> 図書室に靴がある。あ、これっぽくね。あった。でけえなんだこれ <laughs> シルエット上剤じゃん、完全に。二 <laughs> 色ありやつ。でけえな。これ、手紙の冗談なんじゃないあれ取れなえ <laughs> そ、の、ドラえ、何 <laughs> めっちゃ突っ込み入れてすいません。行きましょう。ちょっと私の実況者としての佐賀が出てしまいますね。あ、これ読んでないわ。えー、っと、図書室で読んだらどうなんの 少女の日記5。うん。えー、っと。友達はいじめていた子と楽しくおしゃべりをしていた。友達が私のランドセルを放送室に隠しているのを見かけた。友達がか。うん、なんかね、この子すごい優しい子なんだろうな。いやー、なんかひでえことするよな、俺に乗って。うん。ぶっ飛ばしてやるよ、俺が。またいじめられたくないから、しょうがなくてやっているらしい。はい。これ読んだっけ、さっき。 <laughs> 記憶飛んでんじゃん、完全に。放送室ね。でもなんか最初ざっと読んだ時は、こうヒントっていうのは気づかなかったんで、ちょっと意識的に読むと雰囲気が変わりますね。うん。ここが放送室でありました。あ、あった。ランドセル。<laughs> もう突っ込まねえぞ。はい。はい、6。6月25。 今日は傘が隠された。土砂降りなのにどうやって帰ればいいんだろう。俺がタクシー呼んであげる。こっち側の教室は全部探したけど、なかったから。あとは普通の教室側だ。でももう探す気にもなれないな。うん。やっぱ頻繁にね、隠されたりとか、されちゃうと、そういう風になっちゃいますよね。ではでは、ここは荒れないよね。うん。なんか立体的なね、この、男子お便所、女子お便所の、 なんて言うんだろ、これ。模型初めて見ましたね。基本的にさ、タイル型の絵が貼られてるもんね。ええー、あ、あったあったあった。うん、いいぜ。あと一個か。簡単じゃないこれ。いったそばからね上行きますいった大丈夫これ上でなったりし なんか、俺の、なんか今の発言に対しての評価がこの暗いチャイムだったら悲しいな。泣こうかな、俺。はい。ペチャペチャは聞こえるんだけども、姿は見えないあ待って、これ、上にいるっぽいチャンスこの回を探すチャンスよみんな。あと、なんだっけ鉛筆が見つかってないよね、そういえば。 ああ、低学年のっていう風に言ってたっけ鉛筆。あれ鉛筆って見つけた見つけてないよね。ええー、どこだろう一階かなええー、俺見落としてる一階。低学年ってこれ、一階なのかなそれ一応上も見ますね。ふぅ。彼女がいる階。上から落としたよね、さっき。あ、あった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 。いや、ふいあれ <laughs> 結構淡々とおりましたね、今。はい。どこからともなく女の子の、ありがとう。という声が聞こえた。可愛い声だね。気がつくと、周りの様子も中学校に戻っているようだった。はい。女の子の無念を晴らしたことで、女の子は成仏したのだろう。そう解釈して家に帰った。朝、学校に行くと、結局宿題を持って帰るのを忘れてしまい。 放課後、30分ほど怒られたのと、そうだよな、4日目だからな、これ。宿題をいつもの倍出されてしまうのであった。ガンバ。あー、終わりか。結構短めではあったけど、すごい楽しかったね。うん。最後に、お化けと追いかけっこしようか。どんな感じで追ってくるのかしら。いいね。彼女の表情を伺いましょう。さて、さて、このチャイムになり終わると同時に、 この突き当たりにリスポーンします。はい。いるね。あれ、こっち。早いなうわこれ逃げれる無理や刺されてる俺。あ。主人公より早いタイプか。うーん。さっき結構運よく、回避できてたんじゃないかな。マジか。結構早い。まだいないぞ。あ、いる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 。 いつもと違う場所からリスポーンを。何してんのお前。うん、教室に。入って開かないやべえ、チャイム無限ループが始まってる。ただ俺は彼女を見たい。その一心で廊下を走っている。怖っ。逃げよう。<laughs> その一心で逃げよう。おおお、全どういうこと <laughs> 隅っこ暮らしじゃん。かわいいな、今ここにいたよね。 どう行くの階段登れねえのかなああ。いやでもいたよね、さっき上に。音だけ聞こえて、何それえこれひょっとしてさ、登ってきてなかったあ。なんでだよ。結構距離あったろ。はい。ちょっとこの子を、はいいけた。巻いてみましょうと思って。あーあああ、でも来るおで,おで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 。こっちよ。ほら。 5の1の前で写真撮ってあげるから。おいで。あ、来た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 。お利口ね。じゃあな。あ。こ <laughs> んなんだ、それ <laughs>。サスケしてんじゃん。待ってよ。この子をね、上に登らしたいの、ね、よ、俺。よいしょ。あれ、一発さっきブ資シで2回目だったよね。え、なんで激突は多分、一発即死か。あ、でも一番最初もそうだったもんね。そう。 どうにか階段登らせたい僕ではありますが。あ、無理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 あ、無理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 。ああ、入ってこないっぽい、これ。マジか。こっちおいでよ。教室で一緒に遊ば。鉛筆とかさ、投げ合って。ははは。ずら取とてんじゃねえか、お前。あ、これ影か。いおいおい。おいで。おいで、こっち。 ほらいい子だから視力検査みたいなワンピース着てるそこの子おいでこっちはあ、なんで待てーおー <laughs> すぐ振り返ってくれる。ダメだこれ。階段登ってくんねえわ。はい。ということで今回 <laughs>、この動画、このゲームが、 ちょっとでもね、面白いと思った方、そして、この女の子が成仏してよかったと思った方、ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。やっぱ背景はね、悲しいものの、このホラーゲーム自体は、面白かったですね。ありがとうございました。どうしたなんか止まってんだよね。<laughs> まあでも本当に成仏してよかった。ずっとこっち見てる。うわ。なんでだよ、<laughs>